こんなちっちゃいカメラ。これカメラですか。これです、これ。これ何のためやってるんですか。いや、暇つぶし。暇つぶし？映像がないと、ジャムに生まれる男性もあるから あいつ盗撮してるんで捕まえるんで来てもらっていいですか。お兄さんとちょっとあります。お兄さんこんにちは。こんにちは。何か覚えないですか。あ、すいません。何か覚えないですか。そうですか。それですね。何ですか。何しましたあなた。すいません。何をしました。すいません。この子で会ってますか。はい。消さないでください。はい。証拠あります。一旦預かっていいですか。消しちゃダメなんで。大丈夫。一回預かっていいですか。ちょっとバーってことです。やりましたよね。はい。何回やりましたか。他の子もやってますよね。はい、見てますよ。はい。ね。見せてください。何があるんですか、それ。これですよね。はい、これですよね。はい、キャメラだ。やばいでしょ。お兄さん見てください。これですよ。あ、ほんまに。こんなちっちゃいカメラちょっと。これカメラですか。これです、これ。あ、すいません。何してんすか。これ、110番。あ、すいません。ありがとうございます。これ、持ってきます。はい。それお姉さん持ってきます。証拠品なんで、こっちに飛ばしてんの。どこにあるの、その取ったデータ。いや、もうこれですね。この中に入ってるの。はい。そしたら、これさえ残ってれば、ちゃんと訴えれるんで。渡したら、まずいっすよ。あ、もう持っといてもらって。じゃあ、お姉さん、持っといてください。何回目ですか、捕まるの。あ、1回目。初めて。歴長いでしょ。いや、そこまで。盗撮歴長いでしょ。こんなカメラ使うやついないでしょ。今月で。嘘つくな。いや、今月、今年です。今年から始めたの。これ何のためやってんすか。いや、暇つぶし。暇つぶし？お前暇つぶしで、被害者産んでんすよ。すいません。被害者の前そんな舐めた態度、よく取れますね。ことの実在さ分かってます。これ犯罪っすよ。やばいでしょ、こいつ。今、暇つぶしって言いましたよ。何言ってんすか？マジで。気をつけて発言した方がいいっすよ。マジで。被害女性目の前にいるんですよ。どういう頭してんすか？マジで。これは。いや、これ証拠。あなたが。邪魔します。え？そういう SNS にアップロード。それ知らないっす。あなたが、俺がね、殺人予告したとか、嘘つかないように証拠で撮ってます。何言うか分かんないから、盗撮犯なんて。犯罪者なんだから。それで認めます。それで認める？薬局の中で何かやった。薬局の中でめちゃめちゃやってたでしょ、正直。あそこでめっちゃやったでしょ。ね、見てたよ、目で。正直言うと、マジで3時間ぐらいかかるんで、せっかく遊びに来たなら、後日被害届出してもいいし、まあ、最大限のメリットとしては、お前成人してる？成人してるみたいなんで、もうバッチリ被害届出して、示談して、もちろん警察しっかり通して、したら、犯罪じゃないんで、
そんぐらい痛めつけないと、また繰り返す。盗撮。性犯罪者って、再犯率高いっていう。だ僕が見たのは、薬局にいたっすよね。あ、いました。薬局からずっとやってて、薬局でめっちゃ撮ってたもんな。それは見てました。後ろです。後ろです。これなんで、もう、こう下に下げてるんですよ、ずっと。あ、そんなこと。で、これがレンズが上向いてんだろ。あ、そうです。で、お前モニターで確認しながら撮ってたわ。あ、そうです。こっちのスマホで、モニターで確認しながら撮ってた。携帯に。そうっす。まあ、読んできました。あ、多分、あ、読みました。読んで、はい、そこに行くんで、もうちょっとそこ追ってください。あ、わかりました。あ、準備です。あ、ありがとうございます。あ、そうです。読んでます。はい。すいません。証拠あるんだ、どうやったらわからんけど。証拠あるんだ、大丈夫。証拠ある。大丈夫です。ある。映像が残ってる。残ってるでしょ。全部まだ消してないんであります。大丈夫。ありがとうございます。お父さん見ます。すごいと。ちっちゃいカメラをここのバッグの下に取り付けてるんですよ。もう見えないです。映像がないと闇に生まれる男性もあるから。ああ。しっかり証拠残してます。はい、わかりました。すごいはい。流れがあまりわからない。待っといて、はい、で一緒に警察に同行して、はい、で事情聴取受けて、はい、でその示談っていうのはどういうことですか。示談っていうのは何ですか。それは別にあなたには関係ないです。関係ないです、はい、彼女らが示談に応じるか応じないかを彼女らの気分次第なので。示談っていうのはこっち側がやることですか。そう、まあまあ君が振っかけないといけないんだけど、まあ、弁護士通してね。そういうのは警察と弁護士通してからやってください。もちろんです。ちゃんと犯罪になっちゃう可能性もある。犯罪にならないんですか。示談の理由なんでしょう。何も知らないんですね。何も知らないです。だから起訴されるか不起訴になるかっていうのが示談が結構大きく関わってくるんで、そのやるかどうかはあなた弁護士と話して決めてください。知ってます。あなた盗撮って重くなったの知ってます。お姉さん、盗撮って今年の2023年の7月13日から迷惑防止条例の盗撮っていうのがあったんですけど、そこから格上げになって、撮影罪っていうのがあったんですよ。性的死体撮影罪ってやつなんですけど。そう、それ3倍になりました、罪が。盗撮の場合は1年以下の懲役、100万以下の罰金だったんですけど、今年の7月13日から施行されて、3年以下の懲役、300万以下の罰金になります。3倍もおまけになってるんで。じゃあ。彼で、捕まえてくれた。まあ、捕まえたまではいかないですけど、声かけて止まってもらったって感じです。ここにレンズが詰まってて、ここモニターで確認したの。はい、伊藤さんです。どうぞ。一番最初発見したのが御堂筋線の改札の前で、彼がなんかこのバッグをスカートの女性に突っ込んでたんですよ。なんで突っ込んでんだと思って、はい、よく見たらなんかレンズついてて、で、あ、なんかやってんなと思って、その女性どっか行っちゃったんで、はい、またちょっと見てたら、この子にかけて切り替えて、またやり始めたんで、はいはい、これやってんなと思って、ここ上登ってきた時に、声かけました。はい、結局中からずーってやっとって、上登ってくる時もまあ。いや、上登ってる時は、あいつ階段から来たんですよ。はい、で、この子らエスカレーターで来たんですけど、回り道して、待ち伏せしてたんですよ。で、またやろうとしてて。結構、施設っぽく、また浮かんでてるか。もうこの子らだけで、多分、3回ぐらいやってると。3回ぐらい。声かけてくださっただけも、認めて。すぐ認めました。やってます。はい。撮りました。はい。詳細見て、どの程度映ってるかもしれない。はい。はい、あ、全然。作業時間あったですね。あ、今結局。それで携帯バッグ。音残ってます。ちょっと僕らもおることやし、ちょっといろいろ個人情報があるんで、じゃあそれをちょっとやめていきましょうか。あ、大丈夫です。民事なんで大丈夫ですよ。いや、まあ民事ですけど、はい、僕らはまあこうやって来て、分かった、分かった。そのいろんなこのしゃべりの中に、やっぱりいろいろ個人情報とか。あ、まず個人情報を出してください。なんで、それはちょっとやめてきません。個人情報出さないといけないです。
あの、そっちも法律のことやってるみたいな。まあ、その、捕まえてもらってるのはね、全然それはいいんですよ。もちろん。いいけど、まあ、その今のこの1年の件で、そのやり取りとかを、あと動画で撮って。まあ、もし訴えるとしたら、こいつなんで、民事で訴えるんです。いつでも訴えてこい。訴えるんだから。強奪する気でやって。さっき強奪する気でやって。来たよ。今ぐらい。いや、全部見たわけで、自分の口から言うと、インスタで、ツイッターで、そういうことされてる。そういうことされてるってこういうことをね、盗撮のやり方を教えてるってことですか？教えてるっていうか、まあ、バラされてるんですけど。ああ、そうですか。4000円で買えちゃうんですか？作ってる人も悪いですよ、正直。それでひらめいたってことですか？いや、あの、まあまあ、それ見て。まあまあ、そうです。悪い人じゃないじゃん。あなたわかります？興味本位で、そういうのも。インスタのやつ見ちゃったから。インスタじゃん、ツイッターか。あ、ちなみに、ここでも、別の女の子やってました。うん、なんか、もう手当たり、その子ずっとピリオの手当たり自体やってるような感じやったと思います。そうです。もしまた何かあれば連絡させてもらって、すぐに。また興味だけすいませんけど。はい、こちらもお願いしておきます。ありがとうございます。